鳥取にあるプレストというメーカーなんですけど、3年ぐらい経ちますかね、しっくりきたんでずっとこれです、はい、そうですね、もう何十台と買いましたね、はい、まあ本当同じようなスプリンターの金子さんがすごいブレイクしたんで、自分も乗ってみようかなって思いました。自分の客室にあったというか、はい、自分は硬いフレームが好きなんで硬くしてもらってます。フレームの硬さは小島さんに続いて競輪界で2番目ぐらいの硬さじゃないですかね。もう力を入れただけ進んでくれるんでロスなく、はい、本当進む自転車がいいですね、はい、ずっとまあ黒ベースのツートンカラーに乗ってたんですけど、まあ共同からこの色に変えました。そうですね、まあ色の好みはなかったんですけど、もう先行屋に青色が多かったんで、はいはい、好きです。そうですね、今ほんとピストロードレーサーマウンテンバイク持ってるんですけど、まあいろいろ乗り比べて、まあ全て乗り味が違うんで、まあ、そういう奥深いところが好きです。まあ高校1年生の頃から自転車やってるんですけど、もうそれからずっとですね、そうですね、もうすぐ結果が出たんで、まあ、どんどん好きになってきました、ね、まあサイクリングとかが楽しいですね。疲れてる時にまあ本当サイクリングで走ってたりはします、ね、やっぱフレーム1台1台も乗り味が違うんで、マウンテンバイクでもみんなについてったりしますし、はい、まあ、それを、まあ、競輪の方に注いでほしいですね。競輪場に競輪のレースを見に来てスピード感を見てほしいですね、はい。